こんばんは、キヨです。3月に自分自身にとある禁止令を出して、ちゃんとそれができたのかどうかを今日はちょっと証明しようかなと思います。ただ、俺自身だけで証明できるわけではないんで、証人をね、俺のマジックでちょっとね、呼びたいと思うわ。あいつを呼ぼう。行くよ。わー、あれ？いや、あれ？来たね。あれ、キヨッチなんで？あ、ごめんね、ちょっと急に。俺の魔法で呼び出しちゃった。あれ、変な守り。あれ？ごめんね。あれ？なんだこれ？あれ？なんかついてる。あ、たまたま準備万端でよかったよ。あ、そうだ。もう一人呼ばせてもらえば。何の話だろう。ごめん、はい、ちょっともう一人、まあ黙ってて、はい、もう一人呼ぶね。どうしたの？急にごめんね。俺も今マスクしてます。君たちも知ってる通り、うん、私3月は下ネタを一切言わないと、はい、はいはいはい、禁止令を出してたじゃないですか。やってた。マイクラやってる時間もあったんで、うん、かなり長い時間一緒にいたんですよ。そうね、いたね。で、証明できるのが正直、うん、君らだけなんだよ、うん、しっかり下ネタ禁止をできてるかどうかを、うん、視聴者のみんなに伝えてほしい。ああ、なるほどね。いいっけね。うん、嘘、裏も含めてなの。みんなで遊んでる時とかね。だったら、それま表に上げたよな。そういうのじゃなくて、全体的に見て。全体的に見て。それが、トータル的に見て。ナチュラルに俺は聞き逃してるところもあるかもしれないけど、でも、記憶に残る限りではない。でしょ。俺もね、聞いてる限りだと、藤がね、頑張って言わせようとしてる気がするね。俺が引き出そうと、ちょめちょめ言うんだけど、全然こっちちょめとこないよ。そうね。確かに。なんだこいつ。ちょめるってなんだそれから。言っちゃえば成功でいいじゃん。達成だ。達成でしょ。キヨさんが下ネタ禁止達成。まあ、ご褒美。おえ、今のね。え、うん、ご褒美。そもそも何しようと思った。いや、二人からご褒美がもらえる。先に言ってない。プレゼントあげた。プレゼント。先に言ってない。下ネタ禁止がなかったらプレゼントあげるねっていうワード俺は忘れない。言ってない。魔法で言ったことにするから。3月下ネタがあったらご褒美あげるって言ってたな。何でも言うこと聞くよって言ってた気がする。よし、戻そう。いや、これでさ、ほら、君も言ったよね。自分たち言ったよね。だから、ご褒美をちょうだい。下ネタを。いやいや、ご褒美あげないよ、それ。おかしいおかしい。ご褒美いらないから、君たちこの4月はい禁止してもらおうか。え逆に、1ヶ月間ま、俺らが下ネタを。え、俺なくなっちゃうよ。俺もう全身チボケだよ。分かった。1ヶ月間、はい、編集禁止。いや、それはそれは下ネタ禁止です。いいもんじゃないもんね。そう、確かにね。そう、うん、家族3世代がもう楽しめるような そういう動画になるわ。そう、そういうことになるわ。そう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 。もし言ってしまった場合はもう単純に ね罰を与えようかな。生じり出して俺が無知で。相当な無知。本物の罰ゲームじゃねえ。もったい赤クラスタグの平が舐める。俺聞いたら何のやつじゃん。平はね、なんだろうな。何？平はね、上何？ブリッコ禁止。ブリッコ。可愛いと思うような言動禁止。いや、なんかほらビューンとか。ビューン。ビューンか。そういうのは割とあざといと言われる。ブリッコ。ブリッコ。お前早速解禁しやがった。ブリンコっていうよりさ、うん、あざとい感じ。ああ、はい、あざとい禁止。そうね。そうね。あ、君も？また俺3月したじゃん。次暴言禁止とかどう？暴言禁止。お前、俺藤と一緒で消える。